被告に武器命被告に武器命は、危機等に伝わる古代日本の人物。日本書紀では、被告に武器、古事記では、被告に武器命、他文献では、被告に服命とも表記される。第五代、高尚天皇御子の天、足彦国を詩人名の三世孫、または四世孫で、和日神のお縁祖である。水人天皇朝では五代部の一人に数えられる。日本書紀。 すじ天皇十年九月二十七日上によれば、部派に安彦と妻のあずたびめが謀反を起こしたので、被告に武器は、大彦命と共に山瀬に派遣された。その際、忌み、王を、和に武士坂の上に据え、聖兵を率いて、奈良山に登った。さらに、山を去って、和んがに進み、派に安彦と川を挟んで退陣した。被告に武器は、 はに康彦が武道にして、王室を傾けるものであると言い,い、はに康彦を内群衆も追悼したという。道書水人天皇25年2月8日上では、部、定下は別、大鹿島、土地根、竹平と共に、大部の一人に数えられており、天皇から神儀祭祀のことを命じられている。なお、古事記においても、 主人天皇団において、被告に吹く命による剣派南寺康王の追悼伝承が記されている。新先生史録には、次の氏族が光栄として記載されている。仙台旧児本義国造本義には、次の国の宮津子が光栄として記載されている。被告に吹く命の登場する、部派に安彦追悼の伝承は、本来は、和西の伝承と見る説があり、 後にオービコイのちらの四道将軍伝説が生まれるに、あたってこれと結びつけられたとする意見がある。伝承に見える地名には、大河前台におけるワニシの勢力地が反映されているとする説もある。ありがとうございます。